おばか会議みたいな、はい、今日フィレッジの対決で、はい、本日タカシーズカップの2回目の対戦相手フィレッジの皆さんです。よいしょよいしょよいしょ、じゃあテンション上げていかないと、やっぱよいしょから始めないしね。終わらない。よいしょーよいしょ。よし、なんかあれ聞いたら2人今日やらないでしょ。これやらないのよ。やりたいけどやらない。一緒にできると思ったのに。いや俺もやらないっての昨日知ったのよ。俺だってゴルフバッグ用意してたんだから。こんなゴルフうまそうな格好して今日 MC だけで、MC だけで、はい、ありがとうございます。いや、よろしくお願いします。この後ね、このゴルフもやらないし、はい、この車の運転もないから、はい、ランチでもういきなり酒飲むと、はい、それが分かってから声出来たら多分 ね、ね、もう後半からちょっともうげんなりしてるかもが飲みに来た、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらが今日の、はいはい、私、率いるフィレッジメンバーの皆さんです。よろしくお願いします。せっかくで、そうですね、チームワークいただいて、なんで、ベストボール、はい、はい、吉村さんですね。そうですね。は当然、キャプテンの私。いいですね。はい、と、上田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして、ベストボールもう一組が、加藤さんと近子さん。はい。よろしくお願いします。そして、フォーサム。2段目以降候補のですね、はい、は松石さんと成美さんです。はい、そして一番ここ開けられないライオンさん、はい、馬さんペアにぶつけるのが、西さんと志田さんです。おー、はい、はい、はい、ガチで勝ちに行きます。すごいな、これは勝ちに行きます。いいですね。今回ちょっとヒリヒリがエグいっすね。今回のメンバーこっちにごっそりもらってやろうと思ってますから、これを機に。あっちも。いや、アクラさんがもういっぱい。あ、もう楽しいですよ、うちのコンペは。ぜひこれ、ね、来てください。コンペの浮気が。素晴らしい、もう。じゃあ最後に意気込みだけ。はい。はい。吉村さん、多分何百回ゴルフ行ってますけども、はい、今日ね、絶対に負けられない戦いなんで、おバカ会議を。大バカ会議にしてやります。大バカ会議にしてやるよ。ちょっと言うと後顔赤くなって2回言いました。いいの降りてきたなと思って、いいの降りてきたな。はい、すいません。いや、ということで楽しみでございます。はい、今日の主催者。いや、違う逮捕してる時に。吉村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初ですね。初でございます。おバカ会議たい、今日フィレッジの対決で、お遊びじゃないですから。いや、もうこっちも精鋭メンバーで集めてますから、罰ゲームあるんですね。罰ゲームあるんですね。負けたら20万円でしょ。20万円1人ダメです。お金かけちゃダメなんです。で、その後警察行きます。両方で出頭します。はい、出頭します。はい、ということで、タカシーズカップという吉村さんがね、定期的に開催している大会に今回フィレッジを、はい、ご招待していただいたということで、最初の一組目が僕と吉村さんと、あとメンバーが一人で、はい、ベストボール方式、2-2のベストボール方式で、残り3組、はい、で全体のトータルで、ポイント制でフィレッジとおバカ会議の勝敗を決めるという対決でございますので、ということでございます。一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。見えとるかな。ゴルフやるんですよね。え、ゴルフやるんですよね。ゴルフはもうやらないでしょ。2時スタートなんですけど、集合が10時だったんですよ。はい、何やってたんですか。みんなで喋ったりとか、はい、ああだこうだっつって。すごい開会式もすごい長いですし、はい、延長してしまう。こんなコンペなかなかやったことないですよ。延長が。はい、これ。ね、吉本の元ね、はいはい、所属事務所の先輩、はい、ラフコの重岡さんと石橋アズマ、波佐間さん来てて、一緒にやるのかなと思ったら、はい、開会式の MC で来てるんですよ。あそこ MC です。はい、MC が一人変なのつけてずっとうるさいんですよ。やらない MC がうるさい。あの、なんですか、一番右のオタク一番ですよ。面白佐藤君なんですけど、うるさいんですよ。ゴルフやらないメンバーで、あれやらないです。 MC で来てるから、やらない人が一番プロっぽい格好してる。ベストスコアは、ベストスコア私ですか。はい、108です。108の風貌じゃねえよ。108じゃないんだよ。もう平均120代。プロの格好してるんですよ。平均120代ということで、よろしくお願いいたします。この後スタートホールです。よろしくお願いします。
さあ、誰から一組目はもう一組目はじゃあ、はい、この二人でスタートしましょう。行きますか。よし、ありますよ。こんなギャラリー初めてや。いや、これは多いな。ちょっと緊張しますね。いや、邪魔邪魔邪魔、おいコーチコーチ、青木さんか。シンガポールの時の大会の全部やるよ。9番ホール全部やるよ。もうゴルフできないよ。じゃあ今日皆さん帰り遅くなりますよ。気をつけてください。さあ、吉村さんの一発目、はい、行きましょう。はい、お願いします。お願いします、はい、軽く軽く。最高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 。やっぱりすげえな。うわ、はい、いや、まあ、右残ってそうですよ。残ってそうですよ。いいね、いけっしょ。やったー、いいスターですね。スター、スターゴルフやってます。いいですよ、やっぱり。いいか、大丈夫。すごいね。ただこちらもスター、こちらもスターですから。さあ、スター大スター、見せてやりますよ。オリラジを見せてやります。おい、かっこええとこ。2005年彗星のごとく現れた。おい、だいぶえぐってるよ。何これ、だいぶえぐってるけど。ええちょっと信じられへん。彗星が、彗星落ちた、彗星落ちた。じゃあ吉村さん、やりましょう。今フジモリなのよ。支配人がマジで一言も笑ってないのよ。すいません。じゃあね、これ後でちゃんと綺麗にしときますんで。支配人すいません、滅地しますします、滅地しますんで。エリマキトカゲやっちゃいました。行ってみましょう。行ったって行ったって。お気に入ったな。お気に入ったな。お気に入ったって何。お気に入ってないでしょ。オッケーオッケー、まっすぐ行ったからとりあえずオッケーよ。吉村さんのペア、シロさん、押してるよ、早くって。あなたはエリマキトカゲって。おい、残れ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 、大丈夫大丈夫大丈夫かな。いやいや、ちょっと右はどうなってるかわからないけども。さあさあ、一組目ラストは、フィレッジメンバー、上田さん。上田さん、北海道から来ました。上田さん、お願いします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。緊張感ありますけども。部長、当たるよ。この組はベストボールですから。おお、入れ入れ、最低だ。はい、これナイスショーよ。でもナイスショー、捕まってた。入った入った入った。じゃあ皆さん一日楽しくやりましょう。入った入った。おい、最低だからな。最低だぞ。さあ行きましょう。じゃあ皆さん楽しみましょう。逃げちゃう、行ってください。さあ上田さん、よくあの緊張の中で打ちましたね。いい球でしたよ。ちょっと左すぎましたけどね。まあ、でもいやいや、捕まってたから。吉村さんも志郎さんもちょっとこう、あの右に吹けてますね。スライス気味だったんで。まあでも、じゃああれは僕の球でいきますか。そうですね、行ってみ、まあでもダメですね。僕多分ちょっと林行っちゃいましたよね。林 OB までは全然行ってないと思うんですけど、に行ったとみんなに言われてですね。球置いてる、球ありますね、ここに。置きに行ってる。でももう残り100ヤードですから。だいぶ飛んでるっすね。すごい、全然 OK でしょ。はい、しゃ、こっから乗せちゃうよ。お願いします。スクランブルってね、正確には言うんですけど、2人で打っていい方の球を採用して、でまたそこから2人で打ってまたいい方っていう、だからめちゃめちゃいいスコアで。おー、ナイス、いい、ナイス。うわ、近いんじゃないこれ。よいしょ。おいおいおい、近いよこれ。すごい調子いいですね。ちょっと奥か、ちょっと2メーター、3メーター奥ぐらいかもしれないけど。あ、ナイスショー、これも。あ、ちょっと大きいけど、ナイスショー、ナイスショー。さあ、じゃあちょっと吉村さんが行きましょう。はい。吉村さんの OB っぽいですね。いや、あった。カートに残ってたんで。うわ、やっちゃった。はい、カート。
ルカード力んじゃった。シロさんお願いします。あやばい、韓国カップ赤シーズカップ、波乱の幕開けやばいやばいほら、スタートールであんなちょけるからスタートールであんなちょけるから、高橋さんやばいよ、ね、さあ、ちょっと今、どんこゾーン乗った方とも少し、まだ肩に力が入ってやばいやばいやばいなるほどね。やばい。はい、止まれ、止まれ。さあ、吉村さん、ここはバチッと。はい。行け。ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見ますか、ビビってる。ビビよ。ビビよ。ワンパス決めないと。我々は2オン。じゃこれマークをね、ベストボールなんで、本来はここを置くんですけども、目安のためにここ置いておきます。アーディ取っちゃいましょう、もう最初。そうですね。パター2回打てるってめちゃめちゃ有利ですよ。来い、来い、うわー、うわー、危なー、危なー。決まれば、アーディ。やばい。カモン、カモン。うわ。よし。ナイスタッチ。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。ごめんなさい、弱いわ。はいはい。弱いです、弱いです。持っている。よし、さん、パーパット。お願いします。行ってください。パーパット。いいよ。わあ。いやー。いやーでもねしっかりやっぱ引かないところ重いですからね。重いですね。ナイス。ボギー。はい。ボギーの方。まあまあ悪くない。ここは落とした。さあ一投目終わりました。二段目がね。全然わからない。フィレッジ藤森チーム。パ。どこ行ったの？吉村さんチーム。ボギー。ちょっとナイスパット、上田さん。ナイスパット。パーパー。パーパー。ナイスパット。よし、フロリダ。フロリダ。なんか晴れた。なんで？なるほど。いいんじゃない？うわ。弱い。全然。ダメよね。うわ、ね、いい球戻ってるでしょ、戻ってるでしょ、戻ってる。おい、めっちゃいい。ナイスショー、最高の球出た。まあそれもいいけどね。こすり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 、もう少しだ、もう少し。あ、やめてください、それ。バッチリバッチリ取れちゃってますね。番組だから。いつも通りだ。いつも通りはそれはそれはプライベートのことは全部出さないでください。ちょっとリラックスしね。うん、おお、うん、いいですね。よいしょ。なあ。でもいいですよ。ちょっとね。始める前にちょっと小粋なジョーク入れといたら。マスターマスターでしょ。じゃあダメなんですよ。はい、ダメですよ。ダメなんですよ。ダメです。ええ。おい！ベースケシロウ。コスコスコス。ベースケシロウさん、ちょっと右。上田さん、ナイスショー！ナイスショー！トップ落としました。そこそバーディー取りましょう。そうですね。バーディーですね。何度目の正直か。あー、でもいい、やっぱいいっすよ。フェアウェイか。フェアウェイの、はい。ナイス！よいしょ。スーペナ18ヤード、スーペナ引かせてよ、フォーペナです。今藤森チームだいぶ気楽でしょ。いや、もういいティーショットになりましたし、まだ立ってますね。
100点ポイントあれば絶対取りたいです。おお、ああ、距離キャッチ、短かったか、あいやー、あいやー、あいやー、中国人の、あいやー、あいやお、悪くないよ、これ、キャッチだよ、キャッチです、キャッチ。ナイスキャッチ、素晴らしい、ゴール、ラオン、来ましたね、来ましたね、いいですよ。逆に難しいんじゃないですか、ベイさん。これ結構難しい、ね、ここ風もちょっと上げ入って意外と難しかった、うん、うわ、うまい、いい、うまい、これ寄ってるよ、ナイスオン、これは完璧。さっきからアプローチがうまくいくね。皆さんナイス。これピンチですよ、逆にこれちょっと返しはまっすぐですから、ガッツリ行きましょう。これここつけちゃもう終わりなんだ ね。見てください、吉村隆史ニヤニヤしてしまった、ナイスパー今日初の両腕ガッツポーズ出てますよ。ナイスパーです。ご返した、ライバルボギー、ヒロさん、ナイスパーです。いやいやいや、1打差、今お互い1打差ですか、1打差です、1打ですか、リード1打になりました。やっぱ、思いのほかいい試合してる2打で、我々藤森チームがリード、うん、やばいやばい、ここはちょっと最後だいぶ頑張らないと、確かに、ナイスショーね、全然いい、いやいや、パーは硬いかもね、いいとこ行った、うん、このショットは。でもうちょっと攻めます、もうちょっと左でもいいです、あの2オンの、はい、もしいいとこ行ったら2オンで、ナイスショー、これもこれも左
広くなってるから大丈夫ですね。振った、うん、ナイスショ。これもいいとこ。あっそう。さあここで邪気を払った吉村の邪気払い、こうそうすか。うん、いいとこ。おお、いや、いいとこ。これできるところ行ってくれ。はいはいはい、ナイショ。いや、結構190ぐらいだと思いますよ。ちょっとおしっこちびちゃ。いやもう、おしっこちびっちゃったわ。もうダメよ、もう年なんだからさ。言うんだ言うんだ。失禁してますよ、吉村さんが。いやこれはどうなるか。もうでも、まあ、間違いなくね、2オンはないですね。違った、レイアップで、まあ、レイアップでいいと思います。でもね、意外と本当距離ないんですよ。だから池上じゃなくても2オン狙えるんですよ。オッケー、ナイスレイアップ。いや素晴らしい、これは最高、うん、完璧、一番いい、一番いい、めちゃくちゃいいとこ行った。嬉しいとこ。まずはもうリラックスして3オンはもう確実だ。これ思いっきりいけるな。おー、いい。いけるよ、つだ。劇的だ。あんた、スパイダーマン、スパイダーマンがいる。面白いよ。面白いよ。見せるね。もうちょっとだったよね。いや、惜しかったっすね。もうちょっとやったのに、絶妙におもろい。まあまあ、でもあのシロさんいいところやってますから。シロさん、ありがとうございます。バンカー、バンカーか。ちょっと左を恐れた、うん、もうちょっと攻めてください、上田さん。いやでもあんまりうまくいってないね、左に。ナイスショー。風風ゴー。おでかでかい、乗ってるフォローに。悪くない、いいよ。いや、フォロー強いっすね。うん、お風でちょうどいいかも。ナイスナイス、バーディーチャンス。うまい、最後ナイスショットでした。すごい。バーディー。バーディー結局一回も取ってないですもん、ね。最後取りましょう。じゃ。うまい。ああ。内股になって可愛い。オッケー。決めて。バーディーフィニッシュしましょう。バーです。バーです。さあ、いやこれでバーディーフィニッシュはもう一番気持ちいいっすね。そうね、気持ちよく戻れますもん。完膚なきまでに。バーディー、バーディー、よっしゃー、素晴らしい、バーディーアップ。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いい試合でございました。いやー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや。ありがとうございました。いやー、ナイスバーディーでした。お疲れ様でした。まあでもここの組は勝ちましたけど、まああのおバカ会議とフィレッジ全体がね、なるほど、まだどうなってるかこの後結果発表しますんで、楽しみにお待ちください。ではですね、結果
小型カエルさんのメンバーの五郎さんにお願いしたいと思います。ようこそフィレッジへ。